プロシオンは、東京大学大学院工学系、研究科航空宇宙工学専攻の学生を、中心に開発された超小型、新宇宙探査機。2014年12月3日に、小惑星探査機、はやぶさ2の、アイノリ型副ペイロードとして、種子島宇宙センターから、H、H-2A ロケット26号機で、九州工業大学の新淵にや多摩美術大学の、 ディスパッチと共に打ち上げられた。大型探査機と比べ重量で1桁以上軽く、コストは2桁も小さい世界最小の新宇宙探査機で、超小型の新宇宙探査機のバス技術の実証と、窒化ガリウムを用いた高効率 X 帯、パワーアンプによる通信や新宇宙での超、長期線電波干渉法による高効実験、超近接フライバイ撮像技術等の 新宇宙探査技術の実証を目的とした。非正形、推進系は東京大学とアイセスデータ処理系は東京理科大学、太陽電池パドル展開機構は日本大学、衛星技術協力機構、ミッション系は東大、立教大学、明城大学、熱処理は東大、アイセス北海道大学と複数の研究機関が開発に参加していた。超小型、 新宇宙探査機バス技術の軌道上実証に成功。小惑星 2000DP-107 への接近フライバイ観測を目指していたが、イオンスラスタの不調のため断念。化学観測や地球再接近に向けた地球、ガチ撮像などの運用を継続した。2015年12月3日に通信が途絶。船瀬隆准教授らの研究グループは、世界初の超小型。 新宇宙探査機の研究が評価され、平成29年度科学技術分野の文部、科学大臣表彰科学技術賞を受賞した。全長 55cm、全幅 55cm、全高 67cm、重量は 64.5kg で、小型ながらも軌道変更のための4エンジンを備える。このエンジンは、設計時の推力は 250N だったが、 それを上回る 330N に達したものの2015年3月10日に故障した。ありがとうございます。